我が家のアリシークダナです。飼育数のほとんどは平置き型の飼育数で占められています。我が家で平置き型の飼育数を重宝する理由としては以下のような理由が挙げられます。一つ目に手軽に自作ができるという点、二つ目に飼育数側面よりも天板の方が汚されにくいため観察がしやすいという点、三つ目にコンパクトな飼育数であるという点、四つ目にスベアを掘り込んだような手の込んだ飼育数ではないため居住スペースの無駄が少ないという点です。このように使い勝手の良い平置き型の飼育数ですが、一方で常につきまとう悩ましい問題が存在します。それがスペース問題です。平置き型の飼育数は水平面方向に広い飼育数のため使用の際にはある程度の床面積を必要とします。さらにコロニーが大きくなり巣を横方向に増設する場合にはさらなる床面積を必要とします。飼育コロニーが少ない場合、このスペース問題は大した問題にはなりませんが、飼育コロニーが増えてくるとこのスペース問題はアリ飼育者をじわじわと悩ませていきます。そこで浮かんでくるのが横ではなく縦に重ねるというアイデアです。この発想のもと、これまで様々なタイプの縦重ね型の飼育数を自作してきました。こちらは丸型の飼育ケースを縦に重ねられるようにした元祖縦重ねタイプの飼育数。床面積がコンパクトに収まるという点においては申し分なかったのですが、観察のしやすさという点で下段に行くほど室内を観察しづらくなるという問題がありました。次に製作したのは平置き型の飼育数に上下に貫通するタイプのチューブを取り付け、各部屋を旋回できるような仕組みにした縦重ね型の飼育数です。コンパクトさを保ちながら各段が旋回できるようにしたことで観察のしやすさが向上しましたが、チューブ接続部分の安定性が不十分であったことに加え、旋回部分付近では引き続き観察がしづらいという問題がありました。次に製作したのが回転式縦重ね型シャーレ石膏巣です。同じく回転式の飼育巣で回転軸部分をビニールチューブではなくアクリルパイプに置き換えたことで回転軸付近の安定性が向上しました。しかし回転軸付近ではスベアが重なり影となってしまうため回転軸付近の観察がしづらいという難点が残りました。これらの経験を踏まえ何か良いものができないかと長い間思案していた内容を整理してみます。まず実現したいことは小スペースかつ十分な観察のしやすさがあり好きな時に好きなだけ増設ができ安定性のあるものです。そしてその実現方法のアイデアは小スペースに関しては縦重ねタイプの飼育をベースとすること、そして観察のしやすさに関しては回旋式の飼育にすること、またその際に飼育のスベア同士が重ならないよう回転軸は巣の外に配置すること、増設のしやすさに関しては回転軸は継ぎ足し可能な構造にすること、そして安定性に関しては回転軸の強度で安定性を持たせようとするのではなく回旋した飼育を支えられるような台を別途用意するというものです。こんなものを用意してみました。市販のポリプロピレン製 L 字コネクターと T 字コネクターです。チューブの接続用品としてアリのショップさんなどでも同じようなものが販売されていますが、今回はこれを少し加工して使用していきたいと思います。それぞれ3つのサイズを用意してみました。接続口径が8ミリのもの、10ミリのもの、そして12ミリのものです。コネクタを加工するにあたり縦重ね型の飼育のベースとなる平置き型石膏巣の高さを確認しておきましょう。
20ミリ少々、22ミリ前後でしょうか。この22ミリ前後のシークスを縦に重ねていくため、コネクタのサイズは22ミリの中に収まるように加工しなければなりません。ではコネクタを加工してみましょう。例えばこの T 字コネクタであれば、この横棒の部分、左右それぞれ1センチぐらいのところでカットすれば、だいたい20ミリぐらいに収まりそうですね。 L 字コネクタについても同じようなサイズのところでカットしてみましょう。コネクタをカットしていきます。結構硬いのですが、ハサミやチューブカッターなどでもカットが可能です。手元には十分注意をしてカットを行います。はい、それではまず一部分をカットしてみました。一旦思い描いたものができるかどうか試してみましょう。カットしたコネクタは接続口径が8ミリというコネクタですが、カットした部分の直径は約7ミリです。外径8ミリ、内径6ミリのビニールチューブをなんとか押し込むことができます。このチューブを介して別のコネクタと接続をしていきます。このようにして接続した2つのコネクタ、それぞれから伸びる横方向へのパイプの中心部の距離を測ってみると約20ミリとなりました。残りの部分をカットしていきます。できました。コネクタはこれで完成形です。出来上がったコネクタを使ってシークスをつないでみました。接続部分の間隔が20ミリ前後になるようコネクタをカットしてあるので、平置き巣を縦重ねした時のサイズにぴったりとマッチしていますね。またチューブを介してコネクタ同士を接続してあるため、高さの微調整が可能であることに加え、このようにコネクタの部分を旋回することが可能です。回転軸がシークスの外側にあることで、旋回時にシークス同士が重なって観察できないという問題も解決することができました。他のコネクタも加工してみました。こちらは接続口径が8ミリのコネクタ、こちらは接続口径10ミリのコネクタ、そしてこちらが接続口径12ミリのコネクタです。接続口径8ミリのコネクタは外径8ミリ、内径6ミリのチューブで接続が可能です。接続口径10ミリのコネクタは外径10ミリ、内径8ミリのチューブで接続が可能です。そして接続口径12ミリのコネクタは外径12ミリ、内径10ミリのチューブで接続が可能です。コネクタを複数使って4段重ねのシークスを組み上げてみました。コネクタはかなりコンパクトですし、高さもしっかりフィットしていますね。ここでコネクタを回転させ巣内を観察する際の状況を見ていきましょう。回転により足場を失った上段のシークスはこのように不安定な状態になってしまいます。今回のコネクタは小さなコネクタを複数継ぎ合わせるような形の構造になっているため、回転軸自体にシークスを支える強度はありません。
こで今回はシークスの各段の高さに合わせたこのような簡単な台を用意してみることにしました。できました。このような感じで土台を用意しておけば観察の際にもシークスの安定が保てそうですね。さらに6連ケースを組み上げてみました。最上段には餌場、下の5段は居住スペースという組み合わせです。居住スペース5段と餌場を組み合わせても占有する床面積は平型石コース1つ分のみです。さらにこちらは上段に小型の丸型石コース、下段には中型の平置き石コース、そして中段には餌場が接続してあります。例えばこれは小型の丸型シークスから一回り大きな平置き型のシークスに引っ越しをさせる際などにこのような組み合わせにするのも面白いかもしれませんね。実際に居住スペース3段、餌場1段の4連ケースを組み上げ、黒山周りのコロニーを入れてみました。コネクタによって接続されたそれぞれのケースは互いに重なり合うことなく、どのケースもとても観察がしやすいですね。アリたちはコネクタ内を通り各部屋に移動ができているようです。小さくカットした L 字コネクタ、 T 字コネクタをビニールチューブで接続することにより平置き型シークスを縦に重ねること、また巣全体を観察できるようにすることを両立することができました。長年イメージしていたことが結構実現できたので、今回は大満足です。いかがだったでしょうか。今回は L 字コネクタ、T 字コネクタを加工し、平置き型シークスを接続するジョイントを作っていきました。加工自体はただ小さく切るだけというごくごくシンプルなものですが、平置き型シークスのサイズに合わせ一つずつ接続ができる仕組みにすることで、必要な時に必要な時だけ無限に接続が可能なジョイントとなりました。飼育コロニーの数が多かったり、飼育スペースをコンパクトに収めたい時などに、このようなジョイントを使って飼育層を縦に重ねていくという選択肢を作ることも面白いのではないでしょうか。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。